もうすぐ私は営業部長になるんだ。女性は上機嫌に日本酒を煽りながらそう話す。この女性が元職場の元上司でさえなければよかったのに。俺は自分の不運さを呪った。しかし次の瞬間、元上司の杉本はあることを口走る。俺はその時、神は俺を見放してはいなかったと確信した。俺は上田、33歳。高校卒業後に10年間中小企業の営業部で働いていたが、わけあって今は別の仕事に就いている。前の職場を辞めて5年だが、俺の中で今でも思い出したくない過去として記憶に残っていた。何せ自分から辞めたくて辞めたのではない。クビだと社長に直接宣言されて会社を追われたのだ。しかもそれには俺の元上司が深く関わっている。俺の家は一般家庭だが、経済的には裕福ではなかった。俺の下には二人弟がいて、俺と違い、それぞれ看護師やクリエイターといった明確な夢を持って勉強していた。共働きで忙しい両親に代わって家事をしてサポートするのが俺の日常だ。特に弟たちのために料理するのは俺の数少ない趣味と言っていい。大学は出ておきなさいと両親は言っていたが、俺に学費を使うくらいなら弟たちにと俺は高卒で働くのを選んだ。苦労するかもしれないぞと父は言ったが、大学を出ても出なくても人は大なり小なり苦労するものだと思う。苦労の末、ある中小企業の営業部に配属が決まり、俺は高校卒業と同時に実家を出て一人暮らしを始めることに。家族の手助けができなくなるのは申し訳なかったが、俺の条件では一番いい就職先だったし、家族も応援してくれた。社会経験など少しのアルバイトで学んだ程度の俺は、当然のように毎日先輩たちから叱られて過ごしていく。期待してくれているからこそ先輩たちは怒ってくれるのだと思い、俺は毎日仕事に励んだ。先輩たちからの熱い叱咤激励のおかげもあり、数年も経つと俺は仕事を任せられるようになる。すっかり部署に馴染んで仕事にやりがいも感じるようになっていた。状況が変わったのは、俺のいる営業部に杉本という女性が異動してきた頃からだ。杉本は一流大学を卒業しており、支社でバリバリ仕事をしていたらしい。その実績があってか、女性課長としてこの営業部にやってきたのだ。女性なのにという言い方をすると怒られてしまいそうだが、純粋にすごいなと思っていた。俺ももっと頑張らないとな。俺はそう意気込んだ。そこから悪夢が始まるとも知らずに。杉本はいわゆる学歴主義といった考え方の持ち主だ。考え方は自由だし否定しないが、彼女はかなり偏ったものの考え方をする。最初は普通に接してくれていたのに、俺が高卒だと知ると手のひらを返して俺を罵倒するようになったのだ。高卒なんてよっぽど頭の出来が悪いか家が貧乏ってとこでしょ。ああ、やだやだ、あんたみたいのがいると会社全体の品位が落ちるわ。人生でこれほどまでの罵声を浴びたのは初めてだ。俺が固まっていると杉本は鼻を鳴らす。ふっ、いい？私は一流大学を出たエリートで、これから課長にとどまらずどんどん出世することが約束された人間なの。わかる？月とアリみたいなものね。それを言うなら月とすっぽんでは。まるで大卒以外は人間として認めない。杉本の口ぶりからそれくらいの嫌悪が伝わってきて、俺は萎縮した。時折先輩たちもかばってくれたおかげでなんとか精神を保っていたようなものだ。君、明日から来なくていいよ。ある日、いきなり社長室に呼ばれた俺は
社長の言葉に呆然としてしまう。入社から10年経ったが、俺は大きなミスもなく、至って真面目に仕事をしてきた。クビになる理由なんて見当もつかない。クビってことですか？理由は一体何なんですか？頭が真っ白で何も考えられず、社長にそう尋ねるのが精一杯だった。社長は目を細め、俺から視線をそらしながら言う。なんだ。いろいろとね。そんなの、納得できません。何ですか、いろいろって。抗議すると、社長はめんどくさそうにため息をつく。ああ、それとも、なんだね。セクハラをした最低野郎としてクビになりたいのかな。社長の思いもよらない発言に、俺は硬直した。セクハラ？そうだよ。ある女性社員に涙ながらに訴えられてね。わしとしても大きな話にしたくないんだ。そんな社員がいたとなると社名に傷もつくし。社長の説明で俺の脳裏に杉本が浮かび、あいつだと、俺は奥歯を噛みしめる。俺が杉本の嫌がらせで大量の仕事を振られ、遅くまで残業していた時のこと。一人きりで仕事に追われる俺のもとに、杉本は現れ、何を思ったのか、俺に関係を迫ってきたのだ。あんた意外と綺麗な顔してるじゃない。ねえあんた、額がないならないなりに、少しは身の振り方を考えたら？毎日忙しく働く美しい上司を癒してあげようとか、さ。ケバケバしい化粧で彩られた杉本の顔が近づき、俺は大声で叫んで逃げ出した。うわ！やめてください！情けないが、怖くて仕方がなかったのだ。上田！私に恥をかかせやがって、覚えてなさいよ！後ろから杉本の怒鳴り声が聞こえたが、俺は振り返ることもできなかった。思い出すと今でも震えてしまう。俺は杉本に誘われた晩の出来事を正直に社長に打ち明けた。どうせならその翌日に訴え出ればよかったと後悔が俺を襲う。しかし、社長は首を振る。杉本君は人格も申し分ない優秀な社員だ。そんな真似をするとは到底思えない。君、嘘をついて責任を逃れるつもりかね？社長の言葉に俺はもう何も言えなかった。社長はきっと杉本に騙されているのだ。もしくは自分が言っていた通り、面倒ごとをさっさと片付けたいのだろう。真偽など社長にとってはどうでもいいのかもしれない。根拠はないが、俺はそう思った。ただ、真面目に頑張ってきたのに。心臓の鼓動が速くなり、体が震える。もはや何も言えなくなった俺に、社長はポンと俺の肩を叩いた。まあなんだ。君は高卒の割にはよく頑張っていた。恩情として今なら自主退職の扱いにしてやるから、さっさと荷物をまとめなさい。最後の最後に、同情するかのような言い方だったが、何の慰めにもならない。俺が失意のまま、ふらふらと社長室を出てデスクに戻ると、杉本が醜い笑みを浮かべて、俺を見ているのに気がついた。ほら見たことか、と言いたげな表情に、俺の胸の内が、怒りや恨みでどす黒く染まっていくのがわかる。それ以上に何もできない。いや、何もしようとしない自分が情けなかった。お前こそ、いつか覚えてろよ。俺は誰にも聞こえないくらい小さな声でぽつりとつぶやく。こうして、俺は何もできないまま、10年勤めた会社を去るのだった。それから5年が経過した。
俺は縁があって、ある高級料亭で働いている。会社を去ってしばらくして、失意からようやく立ち直った俺は、社長や杉本が許せず、何か一泡吹かせられないものかと計画を練った。しかし、時間が経ったせいもあり、証拠がなく挫折。こういったトラブルは、時間を空けずに即対応するのが大切なのだと思い知らされた。このお店は、おかみと板長がご夫婦で経営しており、店自体はこじんまりとしているが、知る人ぞ知るといったお店だ。その店に今日、最悪の人物が客として訪れた。お一人ですか？おかみさんの接客が聞こえて、俺は入り口に視線を向けた。ええ、夕食をと思って。前から気になってたのよ、ここ。瞬間的に、俺は凍りつく。視線の先にいたのは、あの元女上司、杉本だったのだ。忘れたくても忘れられない。顔を見た瞬間、記憶の隅に押し込んでいた暗い感情が顔を出す。杉本は、俺の顔を見るなり、声を上げた。やーだ、あんた確か、上田？久しぶりじゃない。まさかあんたが働いているなんてね、ウケるわ。何がウケるのかさっぱりわからないが、俺を覚えていたらしい。俺は努めて感情を出さないよう、いつも通りの接客を心がける。予約リストを確認したが、杉本の名前はない。うちは高級な部類の料亭ではあるが、完全予約制というわけではなく、本当に偶然やってきたのだろう。最悪だ。俺は神に見放されたような気持ちになっていた。上田くん、悪いけど、奥で他の作業をお願いできるかしら？おかみさんが俺に厨房の奥での仕事を頼んでくる。おかみさんと板長は俺が仕事を辞めた事情を知っているので、空気を察してくれたのかもしれない。せっかくだからさ、何か作ってよ。杉本はカウンター席に着席し、早速注文した日本酒を注ぎながら、俺を引き止めるように言う。申し訳ございません。彼は見習いで、まだ料理は。おかみさんが説明すると、杉本は吹き出した。なに？あんた見習いなの？うちを辞めた後何をしてると思ったら、本当にウケる。高卒の底辺にはお似合いの仕事じゃない？杉本は俺をけなしているつもりだろうが、その言い方は板前という職業自体を侮辱するも同然だ。お客様、申し訳ございません。あまり大きな声で話されますと、他のお客様のご迷惑になりますので。板長が杉本に向かって言う。板長は無口で、調理中は指示以外ほとんど口を開かないからよっぽどだ。はっ、何よ。他の客なんてカウンターに一人いるだけじゃない。上田、あんたも何なのよ。もっと愛想よくできないのかしら？元上司が偶然にも店に来たのよ。少しはもてなそうとか思わないわけ？杉本は少し離れた場所に座っている男性客を指差し、声を荒げる。相変わらず品のない人だ。杉本が無礼にも指差した男性客は、うちの常連で俺や板長とも親しい間柄だというのに。俺はすぐにカウンターを出て、謝罪のために男性客に頭を下げに行く。俺が戻ると、杉本は日本酒を煽りながら、ベラベラと自分の話をし始める。もうすぐ私は営業部長になるんだ。それはおめでとうございます。俺の心にもない祝福の言葉に、杉本は上機嫌に料理に箸をつけていく。酔いが回るのが早いたちなのか、もう耳まで真っ赤になっていた。それにしてもさ、あんたもバカよね。私のせっかくのお誘いを断らなけりゃ。
今だってそこそこ可愛がってやったのにさ。でも、あんたなかなか根性あるとか意外と評価されてたし、潰して正解だったかもね。社長に頼んだ甲斐があったわ。は？俺が思わず聞き返すと、杉本は照れたように肩をくねらせる。だって私、社長の特別だから、ちょっと泣いて頼めば、大抵のお願いはイチコロよ。俺は耳を疑った。想像以上にゲスな展開が、俺の知らないところで繰り広げられていたらしい。社長は杉本と男女の関係で、杉本のお願いを聞いた結果、俺は会社を追われる羽目になったのだ。特別ですか？俺があえて尋ねると杉本はうなずく。そうよ。男と女の関係ってやつ、わかるでしょ？私言ってやったのよ。あんたが私に色目を使ってきてうざいってさ。俺は愕然とした。杉本にばかり怒りを向けていたが、俺は社長のことだって許せないと思っていたのに。しかも、俺が色目を、逆だろうが。その時、俺は先ほど頭を下げに行った男性客と目が合う。彼が大きくうなずくのを見て、俺は口元をほころばせた。急に俺の顔に笑みが現れたのを見て、杉本が首をかしげる。ちょっと、何？ははは。そろそろ、痛い目を見ていただきましょうか。ご自分からいろいろ話してくれて、ありがとうございます。突然俺が笑い出し。え？杉本は目を丸くして、おチョコを取りこぼす。日本酒の雫がカウンターを汚したとき、男性客が立ち上がり近づいてきた。はじめまして。私は小沢と申します。上田の友人で弁護士をしております。板長がおかみさんに目配せをする。おかみさんがそそくさと店の外ののれんをしまい込むのが見えた。もう今日は閉店。そういう意味だ。急に空気が一転し、杉本は動揺し始める。ちょっと何なの？小沢は高校時代の友人で、今は弁護士事務所に所属する弁護士だ。俺が会社を辞めてから偶然再会し、こうして交流しているのだが、前から会社を辞めた時のことを相談していた。不当解雇の時効はないらしいのだが、先ほど語ったように、時間が空いてしまったことで証拠が足りず、難しいと言われていたのだ。杉本がやってきた時は、神に見放されていると思ったが、きっとそうではなかった。小沢が客として来ているこの日に杉本は偶然やってきて、聞いてもないのに色々と暴露してくれたのだから。俺が弁護士に相談していた事実を知り、少なからず杉本は動揺しているようだったが、だから何？証拠がなければこっちのものよ。それとも、そこのおかみさんや板長に証言を頼むのかしら。口裏を合わせてるって主張すれば済む話よ。酔っていても、それくらいの思考をする余裕があるらしい。杉本は、高笑いをする。それに何年前の話をしてるの？もう5年よ。おかみさんと板長が、嫌悪に満ちた表情で杉本を見つめている。小沢は首を振った。あなたは悪意を持って社長に嘘を吹き込み、上田を退職に追いやった。しかも反省もせずに、新しい職場で第三者の目の前で、上田の名誉を傷つける発言をした。到底許せる行為ではありません。小沢はスーツのポケットからボイスレコーダーを取り出す。あんた、盗聴してたの？俺はすかさず口を開く。いえ、当事者の俺が録音の許可をあらかじめしていますから。実は、俺が小沢に頭を下げに行った時、小沢に録音をしていいか密かに尋ねられたのだ。
第三者が会話当事者の一方のみから同意を得て録音する行為を同意盗聴というらしい。俺は当然承諾した。は？私は酔っていたのよ。証拠になんか。しかし、あなたがそう発言したという事実は証明できます。俺の発言に杉本はブルブルと震え始め、高卒のくせに私に一杯食わせたつもり？私は社長の愛人でエリートで、あんたなんかが私を引きずり下ろせるわけが。何がエリートだよ。人を学歴だけで測って何様なんだ。俺はただ一生懸命胸を張って生きていた。今だってそうだ。だけどあなたはどうだ。口を開けばエリートだと選ぶって。しかも社長の愛人って。結局は他人の権力にぶら下がっているだけじゃないか。俺が言いたいことをすべてぶちまけると、おかみさんと板長が俺に寄り添ってくれていると気づく。俺は5年前、急に仕事を失って自暴自棄になっていた。当然、家族に言えるわけもない。せめて、うまい料理と酒で心を慰めたいと思って、俺はこの店にふらりとやってきたのだ。そこで、俺は思った以上に酔って、おかみさんや板長を相手に苦しみを吐き出し、集大を晒した。今思い返しても恥ずかしい。しかし、おかみさんと板長は、そんな俺に手を差し伸べてくれたのだ。俺は、昔から忙しい両親に代わって、弟たちにご飯を作る機会が多く、料理は好きだった。板前見習いとして働かせてくれた二人には感謝しかない。ふざけないで、あんたごときが。くそ、こんな店潰れろ！またあんたを絶望させてやるわ！社長に言えば何だってできるのよ。今に見てなさい。弁護士の小沢の前で脅迫とも取れる発言をし、杉本はカウンターに並べられた料理を皿ごと床に叩きつける。器物破損も追加だな。俺がぽつりと言うと、杉本は子供じみた暴言を吐きながら店を出ていく。俺が脱力して椅子に座り込むと、小沢が、これから忙しくなるな。と、俺に笑いかけた。後日、俺は小沢や板長、おかみさんの協力もあり、杉本と社長の悪事を訴えた。まだ訴えを起こしたばかりだが、録音データの存在は大きいようで、小沢が俺を励ましてくれる。余談だが、俺が社長と杉本を訴えたことで、社長と杉本の関係が社長夫人に知れ渡り、今では泥沼の争いが繰り広げられているそうだ。社長夫人が、会社にまで突撃してきて、杉本と乱闘になったというから恐ろしい。社長は、社名に傷をつけ、混乱を招いた責任を取って社長を辞任。杉本も懲戒解雇となるそうだから、正直、ざまあ見ろという気持ちだ。しかも、追い風のように杉本の悪事を訴える人が現れ始めたというから、より俺も希望が持てる。全部、小沢から聞いた話だ。俺は今日も板長の下で板前の修行に励んでいる。普通の会社員として生きていく以外に、こうして生きがいをくれた板長たちには感謝でいっぱいだ。いずれ板前として一人前になったら、小沢や俺の家族に料理を振る舞いたいと思っている。